こんにちは。ゲーム動画で行こうです。セブンスリバースをやっていきたいと思います。今日はですね、久しぶりに、クエストモードを進めていきたいと思います。前回までに4エリアを、クリアいたしました。で、今、白く見えているところがフリオーリー雪原という新しいエリアになります。5エリアになりますね。5エリア目、行ってみましょう。本当に真っ白なエリアですね。これなんだろう。これが新しい場所、凍える散歩道っていうんでしょうか。入ってみましょう。まずはいつもの通りドラマがあるみたいですね。スタミナか。まあスタミナはアイテムがあるんで補給できますからね。ミッション見てみましょう。特に難しいルールはないですね。さあ、まず物語です。雪の結晶が綺麗ですね。お前がやれよ。結局同じ結果になるんですよね。ですね、アバラボーンズが、村を襲って異界の魔女が裂け目を作っていると、その謎がどう解明されていくのか、それがポイントですね。怒ってます。何でしょうか。おー、でかいスノークロー。さあ、クエストスタートです。まあ楽に勝てるでしょう。で、この左にあるニョキさんがすごい強いです。今バレンタインのファンキーゴブリンをやってイベントをやっているんですけど、そのファンキーゴブリンのラスボスを一発で倒しちゃいましたからね。4万とか平気でダメージ与えますからね。ギリチョコ。そうですね、クエストモードですけど、やはりバレンタインらしく、チョコが反映されております。次があるんですけど、スタミナはないんですけど、まあこのようにスタミナポーション68持ってますので余裕でいけます。
そうですね、これクリアしたらあのファンキーゴブリンのイベントをお見せしましょうか。多分あれ一番ランクが高い99のスタミナを消費するものでも耐えられるんじゃないかな。ブリザードエスカクルクル回転してますね。まあこれはもう仲間が強いんで人任せですね。さらに、ルート3に行きます。目印のない道、一応ミッションを確認するんですけど、前と同じです。まずはあのボスを倒してからストーリーモードみたいですね。まあいくらやっても多分ニョッキさんが一発で倒してしまいますからね。あ、まだ出さない。これチョコクランチ、必殺チョコクランチです。おお、全然聞いてないですね。あ、この右のドレッドさん結構意識高い系な感じですね。ちょっと悲しい。さあこれで1をクリア。次がミュールコードですね。よかった、スタミナまで106残ってたんでこのルートを行きますね。さあニョッキさんの活躍をお見せしましょう。ってすごい人任せだな。ニョッキさんすごいですね。レベル5のスキル持ってて、装備も50とか60とか。で、思ったんです。このダブルキャストってなんだろう。攻撃魔法使用時 30% 確率、180% 威力。50% ってプラス 110% なのか、100に対する110なのかっていう。アビリティもいろいろ持ってますね。継承アビリティってレベル5までなのか。まあいいでしょう。ひとまずスタートです。ここは雑魚的ですか。来ました。話にならないですね。チキンナンバー、すごい。ちょっと戦うこのファンキーゴブリンがかわいそうな感じはありますね。しげもち。交換
感じでなんかあるのかな。ダンジョン金の引き換え券とかシコラ発行ありますね。シコラブーツが結構高いんですけど、これも取ることができます。シコラパンツ、あ、これがさっきのゲットしたアイテムですね。これなんだろう。強力な進化 SM エネルギー、こちらは限界突破にしよう。限界突破欲しいよな。なかなかすごいですね。そんなわけで、この動画はここまでといたします。また最後に流れます関連動画、関連プレイリスト、こちらの方もよろしければ見てください。チャンネル登録まだされてらっしゃらない方はぜひお願いいたします。ゲーム動画で行こうでした。